秘密よし、酸素もよし、前と同じようにやれば平気。一つ簡単なルールを守るだけ。エラ、そのルールって何？凛に従う。ボスは常に正しい。その通り、私に従う。採掘は他の仕事と同じ、安全確実にやって、一日の終わりにはポケットいっぱいのクレジット。そう、宇宙港での仕事と同じさ。ただ崩落やらレーザーやら切断事故やらがもっと多いってだけ。役立つ説明ありがとね。きっと大丈夫さ。最初の仕事はバッチリだった。それに正直そんなに難しくない。このために彼を雇った。やる気出るでしょ。それに俺は300メートル離れたヘリウムを見つけられるからね。確かに残念ながらここにはないけどね。でもここの交渉だけでも私たちのヘリウムは賄える。これが終わればきっと友人星系の端までジャンプできるだけの燃料が手に入る。鉱物が多いほど金になる。その繰り返しだ。でもバルーン家の領域に無許可でジャンプするのだけはもうごめんだ。泣き言ばっかり。まだマシな人生よ。とはいえほとんどのやつはここまでやれない。あんたの今後が楽しみね。ハグはシフトが終わってからにするか。はあ、そんなこと言ってると採掘現場に置いてくからね。はいはい、そうですか。さて、状況の確認。時間はどう？もう少しサンプルを取るか。だね。でもあんたはダメ。イザベルを見といて。派手に爆破させないように今日生き埋めにされるのはごめんよ。了解。分かってるね。呼吸を安定させて、それから下ではヘルメットは外さない。ここは酸素プロセッサの範囲外だから。呼吸に適した環境での採掘は神が禁じてるからな。自由構成同盟の領域で仕事をするメリットはね、規制が少ないこと。 UC だとこうはいかないよ。はっ、手続きばっかりでさ。ったく、こいつと来たら。カルバート、ダメダメだって。これはレーザー、ハンマーじゃないんだから。丁寧に。ベニング、休憩のたびに給料が出てたらあんた今頃億万長者だね。はいはい、分かったよ。どんなもんよ。ここじゃ掘った分だけお金になるんだ。例外はなし。さあ働いて。トロイ、収穫は？大したことないですね。反応はありますがわずかです。どうする、このまま進む？いいえ、燃料に見合いません。分かった、ここはもうやめよう。さっき見てた大きな鉱脈へ移動して。了解です。さあ出番だ。カッターで掘り進めて。金属鉱床はあっちにある。必要になったら呼ぶから。気をつけろ。あとどのくらいでここは終わるんだろう。最後の採掘だってきたから。忙しいんだ。邪魔したいなら他のやつにしてくれ。準備ができたみたい。戻ってきて。さあ時間だ。一緒に来て。
ああ、それが問題？重力数値の急上昇を気にするなら問題だね。気にしない。気にしない？追ってるものは異常な数値を出す。少なくともそう聞いてる。なるほど、怖くなってきたな。大丈夫、いつも通りの仕事だよ。行こう。近づいてると思うけど、でもこれはリン、まずい。状況があまりにもおかしすぎる。ヘラ、場所はどこ？その先だ。よし、あんたの出番だ。妙なことになったら助けに行く。妙なことになったら、だって？黙ってくれ。大丈夫、大丈夫だ。うん、落ち着け。失神してたぞ。体は大丈夫だ。精神は様子見だな。自分のことがわかるか？アルゴスエクストラクターズの新人だ。思い出したか？これに見覚えは？
あんたはなかなかの掘り出し物だった。元軍人は確実に仕事をしてくれるから。まあサンプルは回収したし、クライアントはこっちに向かってる。報酬はもらえる。何が起きたか覚えてない？へえ、とにかくあんたが気を失ってたのは確か。それ以外のことはきっと脳の変ないたずらだね。どの道目的のものは手に入れた。こんなもののために苦労？大したもんじゃなさそうだけど。見た目なんていいんだよ。この鉱山の採掘量1ヶ月分より価値がある。これなら噂をすれば。コンステレーションの依頼人が接近中。あの探検家軍団の？あんなの冗談だろ？いや、あんたは若いから知らないだけ。でも連中の評判聞いてるだろ？なんならここの半分は連中の存在すら信じてない。ここの半分は地球の存在も信じてないけど、地球はちゃんとある。コンステレーションも同じ。いや、でも外宇宙の探検だぜ。顔色は今時流行らない。基地の宇宙だって十分複雑だってのに。彼らはそう思ってない。いいね新米、エアロックだよ。ヘルメットして。バレット、リン、久しぶり。そうだな、前に会ったのはヴィンディか。カザール、地獄だった。ここみたいにね。レアな鉱物の依頼で、あんたの好み少し変わったんじゃない？それで何か見つかったか？ここにある、新人が見つけたの。
そうだったか。それで作業はどうだった？ビンディの時みたいに無事終わったか？カザールだよ。それから全然無事じゃなかった。この人は採掘後に気を失ったの。起きたら変なことを口走って。そうか。旅はどうだった？まあ、宇宙が持つ無限の可能性は偶然以外のあらゆる要素に満ちていると言える。楽しいだろう。宇宙の偉大な謎への優しい入門法とは言えないが、まあそんなものさ。ほら、さっさとクレジットを渡して。そしたら二度とこんなものを見なくて済む。それからあんたも。だから君が好きなんだ。仕事一筋なところがね。バレット、フロンティアのスキャナーが軌道から向かってくる船を検知しました。巻いたと思ったんだが。バレット、まずいぞ。船内の艦隊だ。みんな武器を構えて。訓練通りにやるんだよ。さあ早く。見事にやってくれたな。君がアーティファクトを、つまり見たんだろう、あの原子を。私と一緒にコンステレーションへ来てもらう。もう無関係じゃないからな。素晴らしい。待ってよバレット、ダメ。こんな面倒を起こしといてこのまま出発するつもり？そうか。確かにこれで君たちは全員紅の艦隊に狙われるな。では私が残ろう。代わりに君の採掘者に行ってもらう。いやいや、分かっている、分かっていると。もだがそいつはただの採掘者じゃない。そうだろう。岩に触ったらすぐに何かが起きたんだ。感じなかったとは言わせない。分かった。
それでいいよ。さっさと行きな。大きな仕事があるでしょ。こんな攻撃を受けた後だよ。撤収して次へ向かうしかない。残りはアルゴスがやってくれるから、行って。早く行きな。出ないと余計なことを言いそうだ。よし、話がついたことだし。バスコ、ロッジまで案内しろ。必要な場合を除いて道草はなし。いいな。プロトコル、インディゴだ。インディゴ？またですか？いいでしょう。おっと、そうだ。これを。今後役立つとは思う。時間もわかるしね。おや、見事だ。その時計、完璧に似合っているな。それで質問は？厳密には私の船でもない。借り物だと思ってくれ。バスコが導いてくれる。それにコンステレーションに原始のことを教えてくれるなら特例を認めるよ。ほら、それが友人整形の問題だ。与えられることに慣れてしまう。みんなが忙しく政治をやっている間、私たちは未知の世界へ踏み込んでいるんだ。宇宙の空間を埋めているのさ。私たちがいなければこの銀河はただの暗い大部屋だ。彼らは海賊だ。戦利品を追っていただけさ。私にはお宝コレクターという肩書きがあってね。ああ、それこそが一番の疑問だね。コンステレーションなら答えを見つけられる。君の力を借りて。おいおい、知りたくないのか？自分が経験した光と音楽の宴のことを、君だけが影響された理由を。気づいていないなら言うが、私たちはずっとあれを何の問題もなく扱っている。見たところコンステレーションはそのアーティファクトと君両方を必要としている。この謎は一歩進むたびに大きくなるし、今や君も謎の一部なんだ。それとバスコ、私の船を壊させるなよ。船長、クラス A の宇宙船の操縦方法はご存知かと思います。バレットならこう言うでしょう。自転車の乗り方を覚えるのと同じくらい簡単だよ。私はシールドの強化を試みます。
万が一のことがあるかもしれませんから。準備完了。あとはお任せします。
さらに2隻ジャンプしてきます。船長、
私がついていきます。船長。船長、プロトコルインディゴにより、私は道草をせずにロッジへ戻らなくてはなりません。紅の艦隊を撃退すること以外、ここに用はありません。コンステレーションは探検家の集団です。50年以上前に設立され、宇宙の未知を解き明かそうと活動してきました。探索は少人数で行います。いつもは1人か2人、あるいはバレットと私のように、一人とロボット一体で。コンステレーションは、あえて少数精鋭の体制をとっています。加入した場合、あなたは10人目のメンバーとなります。スキャナーによると、放棄された研究施設はこちらです。船長、ご注意を。異星生物というものは予測不能です。
のもとに活動しています。多くの場合、無節操で暴力的です。あれはコロニー連合の印。しかしここが自由公正同盟の領域です。つまりここはかつて UC の秘密の施設だったのでしょう。
一帯を離脱しました。他に何者かがいます。生存より私たちの死を優先しているようですね。この区域における敵の反応が消失しました。
暴力は寿命を大幅に縮める行為です。船長が変わっただと。お前はバレットの仲間か、それともあいつを殺して船を奪ったのか。いや無理だな。俺たちの狙いはバレットじゃねえ、宇宙船だ。紅の艦隊に入ったら誰でもフロンティアの噂を耳にする。コンステレーションがカーゴベイにお宝を隠してるってな。多くの惑星から集めた戦利品だ。部分的には正解です。フロンティアは多くの惑星や衛星を訪れました。しかしカーゴベイにあるのは予備の部品、ホコリ、干からびた食べかす、それからアリが数種類、それだけです。バレットがそのロボットにどんな嘘を仕込んだのかなんて関係ねえ。船はいただくぞ。口先で逃げられると思うなよ。そうなのか？本当に？嘘だ！船のお宝はいただくぞ！
明け渡すのか？そんな簡単に？おい、嘘だろ。お宝がないだと？コンステレーションのクソ船を追ったのは無駄骨だったのか？さっさと行け。そのロボットを連れて出ていくんだ。今度会ったら命はねえぞ。これで紅の艦隊に邪魔されることなくコンステレーションの本部へ帰還できるでしょう。船長、ドッジへ行くにはアルファケンタウリ星系にある惑星ジェミソンへジャンプしてニューアトランティスという町へ着陸してください。ご心配なく、じきに全て慣れますよ。フロンティア、こちらはコロニー連合警備隊だ。進路を維持しスキャンに備えるように。スキャン完了。密輸品の検出なし。ニューアトランティスへの着陸を許可する。研究施設への理不尽な攻撃を見過ごすようなことをします。ウェルはしょっちゅう電力不足に陥っている。
ようやくマストが人を送り込んだが何も変わらなかった。街に入ると同時にスキャンされる。そのまま進んでくれ。よし、正気はかかってないな。問題ないぞ。ゆっくりしてきてくれ。ニューアトランティスは輝いてる。これはニューアトランティストランジット、通称ダット。街全域を移動できる無料の輸送機関です。これに乗れば直接マスト地区まで行けます。バレットから渡された時計を掲げれば正面の扉が開きます。コンステレーションのメンバーへは連絡済みです。中で待っているはずです。船長、みんな
図書室にいるでしょう。入ってすぐです。バレットなら、これで君はより大きなものの一部になったと言うでしょう。そしてここを家だと思ってほしいと願うでしょう。まったく馬鹿げて、そんなに簡単な賭けはない。私の言っていることはそんなにおかしいか。宇宙で起きている様々な事象を見ても、まだ私の理論がありえないと。もうやめないと賭け事を禁止にするわよ。さんが来たようだ。コンステレーションへようこそ。話すことがたくさんあるわね。仲間の身に何があったか説明してくれる？なぜあなたが代わりに来たの？なるほど。バスコ、確認を。全ての発言は事実です。はっ、バレットらしい。我々の宇宙船とロボットをチンケな採掘業者の見ず知らずの作業員に明け渡すなんてな。ウォルター、我々が緊急プロトコルの導入を強要しなかったら、今頃この削岩機はネオンに向かって一直線だった。でもそうはならなかった。ここに来た。アーティファクトを持って。待ってよ、ありがとう。それじゃ目の前の問題に集中しましょうか。入手した時の様子はどうだった？誰か何か見たり聞いたりしなかった？面白い。バレットの話と似てる。尾ひれは少ないけど。ほら、聞いたか？これで私を信じるか？起きたことは疑ってないさ。だがな、カトリ、おとぎ話を信じろというのは。これが全宇宙最大の謎だとしたら、究極の謎の一部かもしれないだろう。あなたたち、話がそれてるわよ。ノエル、あなたの理論を試す時が来たわ。はい。それでは、アーティファクトは互いに反応することが分かっています。すでに持っているアーティファクトを近づけると動くのです。さて、その新しいものをこの2つの近くに置くと。アーティファクトをこのテーブルに乗せて。そうだ、他のと同じように。私たちも当初は2つしかないと思っていたんだがな。ああ、すごい。やっぱり反応してる。ほら、まとまろうとしています。間に発生してるエネルギーがすごい。友人政権のどんな人工素材でもこんな反応は出ません。これはリラックス、深呼吸して。心臓発作を起こすわよ。これだけじゃないってことだ。まとまろうとしてるならセットで存在するはず。友人星系外の知的生命体が作ったものだ。例の賭けは2000クレジットだったな、カトリー。受けるよ、ウォルター。ま、答えが全部分かってたら楽しみがなくなるでしょ。話を変えて悪いが、新しい友人をどうするつもりだ？それで仕事の準備はいい？この小宇宙を探索して暮らす生活が向いてるかどうか試してみる？個別に見ればただの古い金属の塊よ。宇宙の未踏領域で見つかった奇妙な物体。これが何なのか、何を形作ろうとしてるのか、それはあなたと一緒に解いていく謎ね。時間をかけて慣れるといいわ。みんなに自己紹介しておいて。今は不在のメンバーもいるけど、そのうちみんなに会える。準備できたら声をかけて。
そしたら私と一緒に探索しましょう。実戦と行くわよ。あとこれ、アーティファクトを持ってきてくれたお礼よ。クレジットに加えてブースト機能がついたバックパックを用意してあげたんだけど、どうかしら。ん？きっと現場で必要になる。頭には気をつけてね。私たちはいつでも探検家だったけど、ここからは本当に未知の領域ね。強烈だったでしょ？アーティファクトのことだけど、ってごめんなさい、あなたにとってはまだちょっと辛いことよね。ちょっとどころじゃないか、考えてみたら。私はノエル、はじめまして。アーティファクトを届けてくれてありがとう。アーティファクト探しでみんな飛び回ってるし。私がいてここ。じゃあここに残るつもりなのね。よかった。きっと部屋を見つけられると思う。途中でささっと案内してあげる。さて、まあ図書室は見たことあるわよね。ウォルターご自慢の蔵書よ。といってもマッテオも少なからず貢献したんだけどね。そこのドアを出たら庭園よ。静かに考え事をしたいならぴったりね。少なくとも普段は本当に静かよ。上の階に行きましょう。コンステレーションの創始者セバスチャン・バンクスは何十年も前にここを建てたの。当時は話題になったけど、今じゃほぼ忘れられている。お部屋にはご満足いただけてますでしょうか。ここはバー。普段はバーテンダーがいないから自分で飲んでね。もちろん節度は守って。さ、次はあの部屋よ。あなたラッキーね。ほぼ満室だけどちょうど一部屋だけ空きがあるの。こんなに部屋が埋まるなんて嬉しいわ。私はそろそろ戻らないと。あんまり待たせるとまずいから。じゃあ楽しんでね。
ご用があればお申し付けください。船長、最近ここで過ごす時間が増えてきた。ビジネスにも魅力はあるが、こっちにいるとワクワクする。うん、お前を作眼鬼と呼んだのは失言だった。だからってそう呼んでいいわけはない。私の不満の種はむしろバレットだ。奴のおふざけのせいで計画が危うくなるのは今に始まったことじゃない。お前に当たるのは間違ってた。特に今回は奴の判断が正しかったようだしな。というわけでやり直そう。ウォルター・ストラウド、ストラウド・エクランドの CEO 兼コンステレーションのメンバーにして、あれこれ小言を言う立場だ。歓迎するよ。ちなみにロッジには宿泊施設の他に改造や研究用の設備まで豊富に揃ってるぞ。宇宙服のカスタマイズに医療品の製造に異質な物質の検査まで何でもござれだ。大規模プロジェクト用の工業部品の製造もできる。まあ近くの惑星から希少な資源を採取できればだが、私は自立心のある人間が好きだ。ぜひ今ある道具を活用して欲しいものを作ってくれ。会社とは面白いものでな、土台がしっかりしてれば自分が常にいなくても回っていくようになる。日々ストラウド・エクランドの業務がうまく回ってくれるおかげで、余った時間をディープな趣味につぎ込めるんだ。長年コンステレーションの創立者セバスチャン・バンクスの書籍に魅了されてきた。最終的に私は遠くから憧れるだけじゃなく行動を起こした。今ではロッジを我が家の一つと呼ぶようになった。私か？そんなの財布以外にあるまい。事業は誰かが出資しなければ成り立たないし、ビジネスで成功してもそれを全校に活用できなければ大した意味はない。とてもじゃないが私にモーガンのような勇気はない。若いマッテオのような賢さもない。だが彼らのために資源を用意することはできる。そしてわかるだろう、私の投資は無駄になどなっていない。我々は大きなことを成し遂げようとしている。いいか、お前は我々全員の代表者なんだ。バーは好きに使ってくれ。私は飲まないが、もし飲むなら今が最高のタイミングだろう。ほとんど四六時中ロッジに入り浸ってるけど、奥さんは気にしてない？ここに来てからここを家みたいに感じてる。みんなは家族。あなたもそう思ってくれるといいな。調子はどうだ？すでに誰かが訪ねているかもしれないが、我々がアーティファクトのことだけで頭がいっぱいだとは思わないでくれ。君も大事だ。君はとても重要なことをやってのけた。アーティファクトをここに持ってきたんだ。私はマッテオ、職業は神学者だが、今はまあ君と同じく探検家だ。仲間に加わってくれて心強い。二つ目はカザールで、君が見つけたのと同じように埋まっていた。でも最初の一つはずっと昔から私たちの身近にあった。倉庫の中で眠ってたんだ。やたら大きなペーパーウェイトのふりをして。想像できるか？人類史上最大の発見になるかもしれないものが埃をかぶってたんだ。
正直言うとこの目で見たかったというのが本音だな。でないと判断のしようがない。君もバレットも見たんだろう。偶然ではないと思う。何かを伝えたがっているみたいに感じたんだろう。神の啓示って言葉は使いたくないんだが、それがぴったりな気もする。そうか、気にすることはない。まだその時ではなかったんだろう。後でわかるかもしれない。真相を究明しよう。そのためにはもっとデータがいる。つまりアーティファクトがね。気をつけるんだぞ。何か困ってるの？それで仕事に取りかかれる？それともまだ聞きたいことがある？昔ながらの調査を始めましょう。アーティファクトは岩盤から取り出せば比較的おとなしくなる。つまりアーティファクトと知られずに人々の間に渡ってるかも。各地の知人に妙な金属の物体を見つけたら教えてもらうようにしてるの。ほとんどの情報は無駄だけど、 UC ヴァンガードからの情報は価値がある。私も同じように感じた。なんというか、謎を解き明かそうとするときってまるで電気が走るような感じがする。それだけじゃない。この機会にあなたに対処できる力があるかどうかを見たいの。私たちのことも知ってほしいし。今回は私が同行する。アーティファクトを見つけるか、今回の情報が無駄だったと分かるまで一緒に旅しましょう。まずはマストへ向かいましょう。ヴァンガードの採用事務所に知り合いがいるわ。それからあなたの経歴や行動様式は問わない。 UC 警備隊をここに出動させなければね。コンステレーションのメンバーは各自の判断で動く。わかった？よし、それじゃあ一緒にニューアトランティスをちょっと見に行きましょう。申し付けください。船長、船長、コンステレーションのメンバーになられた今、私はあなたにお仕えします。追加のプロトコルは不要です。また無人の宇宙に出る可能性を踏まえ、拠点開発を検討するのも有益かと思います。フィールドワーク用の基地が必要になることもありえますから。船長、持ち場へ移動します。船長、またお会いできましたね。あなたが持つ未知の惑星の探索は大変な作業になる場合があります。しかし拠点を建設することで、スキャン装置、資源抽出装置、防御装置などの構築が可能となります。さらに製造能力を持つ拠点を複数設置し、高度な装置やさらには宇宙船のモジュールまで製造することもできます。拠点建築に必要な設計図はすでに時計の中にあるはずです。時計は船の貨物の中にある素材と自動的に接続します。それではまた。
水中を調べれば標本が見つかるかも。サラ、よく来てくれたな。そちらは友達か？コンステレーションの新人候補、一緒に聞き込み調査をやろうかと思って。ああ、また新人探検家か。なあ君、ヴァンガードに参加したくないか？コロニー連合を支援してクレジットを稼ぎ、 UC の市民権も得られるぞ。わかったわかった、一応誘っておかないとな。私はサラの再入隊だってまだ諦めていないんだ。こういう遊びなの。彼が誘い、私が断る。こんな情報があるんだ。モアラという名のヴァンガードの志願兵がいる。任務はオールドネイバーフッドのパトロールだ。太陽、火星、それに海王星。太陽系？そんな任務なんてどの提督を怒らせたの？あいつは火星生まれの火星育ちなんだ。他の誰も気にはしないけどな。このモアラが金属製の珍しい装飾品を周りに見せびらかしているという噂だ。サラの説明と一致すると思ってな。太陽系にはたくさんの惑星があるが、モアラほどの古参なら定期的にシドニアに出向くだろう。つまりバーに顔を出してるってことね。何？パトロールの合間のリフレッシュは悪いことじゃない。サラのためなら喜んで。 UC は常に仲間を大事にする。出て行った仲間でもな。まったく。ちなみに勧誘の件は本気だからな。その気になったら話しかけてくれ。 UC と仲良くして損はないぞ。ああ、サラの友人の、とうとう入隊に来たのか。ヴァンガードでやっていく気になったか？いいだろう。エレベーターでヴァンガードオリエンテーションホールに行け。登録ターミナルで手続きを始められる。あとはシステムが案内してくれる。何か質問があれば喜んで答えよう。やっぱり循環空気は本物の空気と違うわね。お前はコロニー連合の宙域に侵入している。進路を維持しスキャンに備えるように。さて終わりだ。シドニアを楽しんでくれ。
それがあれば近くのレストランだって見つかるかもしれないわね。
宙域に侵入している。進路を維持しスキャンに備えるように。スキャン完了。火星へようこそ。シドニアへの着陸を許可する。それで分かったでしょ？ UC 海兵隊がなぜここへの配属を罰と呼んでるのか。ここを見て。こんな窮屈な場所で煙と埃にむせ返りながら暮らすなんて想像できない。草も木もない。あまりに憂鬱。ゆっくりしてけ。何かあったら俺に聞いてくれ。手伝うから。いや、調子はどうだ。貿易管理局で何か買いに来たってわけか。俺はマナーキ、精一杯手伝うから何でも聞いてくれ。いいね、ここはそういう場所だ。それじゃ。お前は採掘者らしい面構えをしている。休憩したい。あら、調子はどうだ。大勢の神官がここを通り過ぎている。40年以上もここで酒を出してる。こんなに長続きしてる店はめっちゃにない。奴はいないよ。パトロールに出てったきり戻ってきてない。
そろそろ漆黒の海に向けて捧げようかと思ってたんだけどな。他の呼び名があるのか。外宇宙のことよ。どうも。それなら聞いてる。三四週目から奴はそのことしか話さなかったからな。しかも奴の声はよく通る。なあ、俺だって同じ火星人を助けたいとは思ってる。行方不明なら特に。ただな、ツケがある。しかも戻ってくるかわからない。だいぶ溜まってる。常連だからしばらく多めに見てたんだが、このまま払われないとなると問題だ。どう思う？おいおい、シドニアの生活はただでさえ大変なんだ。罪悪感を煽ろうってのか。お前にも同じ質問をするよ。払う気はあるのか。見つけてやりたいよ、本当に。わかった、降参だ。こっちも商売があるんだ。最後に来た時、モアラはレディーラブのことを叫んでた。歌ったりな。大騒ぎだったよ。金星？惑星一つだけなんて、パトロールのルートとは言い難いわ。これで終わりだ。いいか。わかった。それでいいわ。会えて嬉しいよ。こんにちは。おい、機材の周りでは気をつけろ。腕を失いたくないだろ。長い一日の後はブロークンスピアでリラックス。大変な一日だな。何しに来たの？
何か取引をまとめたいなら他を当たった方がいいわ。もう行くの？やっと興味が湧いてきたのに。ふう、長い一日ね。他のエンハンスの視点に行けるんなら何でもするよ。ベストな自分でいたいだろ。気をつけて。最近この辺りは実に静かだ。つまり誰かが何かを企んでる。レイラがまた火星の心臓の話をし始めたのか。この辺りの騒ぎやいざこざが好きだとは言えないな。ここに来てから火星に馴染んだわ。なんだ。ああ、どうした。手短に話せないなら黙ってろ。その方がみんな幸せだ。全部だ。ゴミは売らないようにしてる。ビールも飲むに値する酒は。また来い。こんにちは。ああ、パートナーが鉱山で仕事してて働き詰めなんだ。仕事もたっぷりやる。心配で仕方ない。それでどうしたの。住まいを求める人に心当たりがあれば紹介してくれ。サンクタムユニバーサムが世話をしよう。最近モモの裏に不審が。よく来た我が子よ。どのような要件でサンクタムユニバーサムに。信仰の加護があらんこと。ホラスと私は信仰の連携。私に言わせれば随分つまらないものに見えるけど。
底の客はすぐにこの星を出て。船を動かすわよ。どうも。これは何かしら。あの船団が見える？あれはバルーン共振者。遭遇したことはある？グレートサーペントという神に全てを捧げてるの。不信心者を喰らい尽くす連中よ。もし見つかったら何をされるか想像にお任せするわ。わからない。脈絡もなく現れては人を襲う連中なのよ。バルーン家は他の勢力と外交関係を結んでるけど、共振者は手に余るらしいわ。いいえ、当エリアに船の反応なし。それにヴァンガードが最近通過したというなら、こんなに穏やかなはずはないわ。そうね。でも手がかりが見つかると思う。 UC の衛星ビーコンが不安になるくらいバルーン家の船に接近してる。接近すればログをダウンロードしてヴァンガードの次の行き先を調べられるわね。そうよ。最小の推力でゆっくりとね。衛星のデータを奪ったらすぐに離脱するわ。
所の UC の船へ着く。地球の月を周回するノバギャラクティクのスターヤードへ向かう。あの一帯が塞がれてることは知ってる。だが緊急修理の部品がいるんだ。何か残ってるといいが。したのがここスターヤードは随分前から稼働してないけどまだモジュールが使われてる。武器を構えて。他の誰かがアサリに来てるかも。進んだだけで死体に出くわすなんて。よし、ヴァンガードのモアラじゃなかったわ。スペーサーが漁ってるところに後から誰かがやってきたようね。スペーサーとはまた遭遇するでしょうね。放棄された施設を漁りに。邪魔者は誰であろうつ、まとまりの中は紅の艦隊よりひどい。生き延びるために必死で物資を漁り襲いかかるような連中。
重品を持ってそう。次こそは。
えられないわ。お手紙拝見。光が奪われた。どうせならもらっておきましょう。ヴァンガードのモアラ、UC の資産をいくつか回収することになったら申し訳ない。だが、このスターヤードは占領されてる。俺は船を修理し、海洋星に向かうつもりだ。ここに艦隊を派遣し、スペーサーどもの相手をするよう重ねて要請する。だが、悪党ども、もし聞いてるなら覚えておけ。夜にあんたらのお宝を盗んでる亡霊は俺だ。今のうちに逃げ出すのが身のためだぞ。転換になったわね。さてさて。
ようやく起きたみたいね。